お邪魔します、館長。館長に渡したいものがあるんです。気に入ってくれるかわかりませんが、いろいろ考えて館長が好きそうなものを作りました。はい、館長。ハッピーバレンタイン。いえ、全然手間なんかじゃありません。ブローニャお姉ちゃんから館長のことをいろいろ聞きました。館長はすごい人だって。だから、ゼーレも館長のために何かしたいって思いました。今までずっとゼーレは臆病で、いつもみんなの後ろに隠れて、館長にもたくさんの迷惑をかけてしまいました。ごめんなさい。本当ですか？これからもよろしくお願いしますね、館長。お？これはゼーレの気持ちよ。ありがたく食べなさい、館長。これはゼーレじゃない。きっと誰かのいたずらです。館長、怒ってないのですか？よかった。ハイペリオンで館長に出会えて、ゼーレはとても幸せです。